はい、皆さんこんにちは、ゆひとトニーです、ね、今日は視聴者の方から、ご質問いただいてますので答えていくというコーナーです。今日の質問はトニーさんが体の一部をサイボーグ化するとしたらどこがいいですかと。そうですね、まあいろいろ考えたんですけど、最近のトラブルっていうとやっぱり関節ですかね。僕は若い時、まあ、まだ一応37なんですけど、まあ、20代の頃とか30代前半の時ってあんまり関節が痛いってことはなかったんですけど、最近やっぱり肩とか膝とか、まあ、あと手首もそうですね、まあ、まあ古傷もあるんですけど、結構関節が痛むことが多くて、でその関節痛いからトレーニング量を調節したりということも結構あります。でまあ、なんか筋肉って、まあ、いつまでも鍛えても成長していくって、まあ、壊して直してっていうプロセスがどんどん踏めるんですけど、関節って結構そうじゃなくて、まあ、一回やっちゃうと、まあ、回復も遅いし、それがなんか強くなってまたさらに怪我しないっていうのもなかなかないんで、関節はちょっとサイボーグ化してもう衰えないようにしたいですね。やっぱり年齢重ねてくるに従って、結構この関節のケアっていうのは重要になってくるので、ここはなんか若い人になかなか勝てないなっていうのがあります。そう、筋肉は全然大丈夫ですけど関節が先に来ちゃうというのが最近の悩みなので、その悩みをね、細胞化して解決できるといいなという感じです。でまあね、今、まあ、質問いただいて、まあ、細胞化できたらいいなってなってたんですけど、まあ、実際には細胞化できないんで、まあ私が最近気をつけてることは、まあ、一つの関節ですね、それぞれ、まあ、手首、肘、肩、いろんなところあるんですけど、にかかる負荷を、まあ、1回の練習であんまり上げすぎないっていうことですね。例えば、なんだ、手首だったら、まあ、逆立ちとかもそうですね、結構手首負担かかりますよね。あとスナッチとかバーベル重たいの持つとかもそうなんですけど、まあ同じ関節に負荷がかかる動作っていうのをあんまり1日のワークアウトの中でやりすぎないというようにしてます。なので負荷をこう日にちによって分散させて、ね、膝だったりとか手首だったりとか、休める日はしっかり休めるという感じで分散してしっかり回復する日を設けるようにしてます。なので、もうあれですね、僕もちゃんとこう競技としてクロスフィット始めてどのぐらい4年ぐらい経つんですけど、最初の2年ぐらいと比べると最近はですね、だいぶトレーニング量も減らして、もう本当に量より質という感じで結構トレーニングをやってます。まとめると、まあ、クロスフィットって本当にいろんな練習しなきゃいけない動きとかあって、本当に結構練習ってキリがないし、で何も考えないと本当やりすぎてどん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 体に疲労が溜まっていって、でどっかで怪我しちゃうという人が結構いると思うので、ちょっとなんか自分でプログラムとか組む人いたら、どこの筋肉をいっぱい使ってるかとか、どの関節に負荷がかかってるかっていうのを少し考えてもらって、そこをですね、バランス取りながらやってもらうと長く競技続けられると思うので、で、まあ、長く競技続けられる人が多分クロスフィットっていうのを勝っていけると思うので、ちょっとその辺も意識して練習取り組んでもらうとより成長できるかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ユフィット、トニーでした。